どうもクレシンマニアです。今回ブリブリザイモンが本当にしんのすけの発案なのか疑惑の持たれるシーンをご紹介します。2005年放送のアイラブミッチーだぞでは、ヒロシとヨシリンとしんのすけがトランプで遊ぶシーン。ここでブリブリザイモンのトランプを出します。これが市販されているものなのか、しんのすけが作っているものなのかは分かりませんが、誰も突っ込まない。ゲームとして成立できるものをしんのすけが作れたとはあまり考えられないので、市販のものの可能性が高いです。2007年放送のアルバイトしてみたぞでは、しんのすけが本屋に行くと、パチッとモンスターという本を手にしました。そこにいる黄色い生き物がブリブリザイモンのパチモンみたいな顔をしています。これはパクリゲームなのでしょうか？パクリなら、この黄色いのはブリブリザイモンでしょう。2010年放送の七子お姉さんを追いかけるぞでは、七子お姉さんに声をかけようとした時のトラックにブリブリザイモンが書いてあります。ここまで来ると何の言い訳もできません。これは完全にブリブリザイモンです。会社のキャラクターになっているということは一体誰が考えたのでしょう。2011年放送のうちで働く父ちゃんだぞでは、本屋でブリブリザイモンそっくりの絵本を見つけます。これはギリギリそっくりさんで許されるレベルでしょうか。あげお先生なんか変だぞでは、先生たちがカラオケ屋さんで歌っている時にモニターにブリブリザイモンが映っていました。2016年放送の松坂先生を応援するぞでは、松坂先生と今度デートする予定の男性は優柔不断。そんな男性に松坂先生は映画を見ようとビシッと決めます。その時の映画がブターウォーズというブリブリザイモンそっくりの映画です。クレヨンしんちゃん爆発温泉ワクワク大決戦では、ドクター赤まみれが巨大ロボットを出現させた時にテレビをつけるとブリブリザイモンの冒険流星編が放送されていました。もうこれは何も言い訳もできません。ブリブリザイモンのアニメがテレビで放送されている事実です。一体ブリブリザイモンは誰が考えたのでしょうか。クレシンの大きな謎です。しかし一度クレヨンしんちゃん電撃豚のひづめ大作戦で博士にコンピューターウイルスのモデルとして盗まれたこともありますから、そういうことも考えられますね。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの意見もコメントで教えてください。それからチャンネル登録と高評価をお願いします。